ちゃんはいつまでたっても子供みたいでしゅな。ごちそうさま。あ、冷蔵庫にケーキあるよ。まあ試合の前ですし。ごちそうさまでした。ちょっといい？私と一緒にいたくてバドミントンをやってた。でもあなたはもう私がいなくてもバドミントンができる。だから私は戻ってきたの。今お母さんが帰ってきてるの。私を捨てたのは私を鍛えるためなんだって。ちゃんとバドミントン続けてよかったって思っちゃった。だってあの時はお母さんが私を捨てたけど、今度は私がお母さんを捨てられるから。私のせいだ。私がバド部に連れてきたから。